こんにちは。風邪ひいてるライムです。鼻声失礼しますね。とりあえず今回はコロシアムガイデンがまたやってきたので、こちらをやっていきたいと思います。あれ、よくよく見たら意外と期間あるな。あと8日ありますね。年内はあるということですかね。今回はマジックミラーカップです。報酬見て今回はちょっと愕然としましたね。は？鏡1枚って、前回の放棄と格差ありすぎじゃねっていう、まあみんな思ったと思うんですけど、でもクリアしたら俺最初この1枚ぐらいでさすがにふざけすぎだろうと思ったんですけど、一応5枚もらいましたね。それでも放棄1枚とミラー5枚じゃ全然釣り合ってないとは思うんですけどね。全然放棄の方が良かったじゃんっていう。というわけで、今回も3本のキーブレードで挑戦していきたいと思います。ちょっと、いろいろ難易度を、編成難易度を下げてやってみたりもしたんですけど、意外と難易度が高くて、ちょっとハイスコアメダルとあと記念メダルを抜くようなことぐらいしかできなかったんですけど、はい、自分の力不足を感じますが、とりあえず1本目キーブレードね、こちらになりますね。ローズ、まあ約束だよ。特別何か工夫したっていうところはないんですけど、今度は私が戦う、もうゲージ要因としてやっぱもう帰り、イラスト帰り2は絶対入れてるような感じですかね。もうアビプラ要因とか考えるというか、入れるのももうなんかもういいやっていう気になっちゃったんで、はい、イラ帰り2で、ここイラ帰り2じゃなくてもまあアビプラ要因でも多分いけなくはないんでしょうけど、はい。で最後が闇肉です、ね、俺がでなくなっても、やっぱ闇肉めちゃめちゃ強いですよ。皆さん持ってる方 まあ持ってる方はもう重々承知でしょうけど、強いですよ現状のメダルで。多分まあ個人的にはなんですけど、多分最強のメダルなんじゃないかなって思うぐらい強いですね、闇肉は。うん、まあそれはいいとして、この編成で行ってみたいと思います。はい。でパートナーは一応今回出てくる敵が赤と緑なんですよね。でこの編成だと、ちょっとどうしてもというか、まあ、緑が10倍ぐらいになっちゃうのかな。で青に至っては半減されちゃうしっていうとこなんですけど、悩みどこではあるんですよね。せっかくだしこのワールドオブカオス、バテメンさんがなんかこう捨て棒のやつ引いてるんで、このワールドオブカオスで行ってみますか。これがね、結局やっぱもう普通にこれ難易度高いんで、スキルがどれぐらい発動してくれるかでもちょっと変わってきちゃいますね。正直こうやってスキルが発動してくれないとちょっとギリギリ、まあこいつはまだ多分いけるとは思うんですけど、この次のこいつとかアームドウォーリアーとかは普通にもうバフが3つ最初からついちゃってるのでかなり硬いんですよ。1しか食らわないし、この後ろ2枚3枚がねスキル発動してくれるかでだいぶ変わってきた。お、来た来た来た、これでちょっと余裕が出たかな。あーやばいなやばいな、これワールドオブカオスで削れるかどうだ。無理かこれ。おお、いけた、危ねえ。今かなりギリギリでしたね。危ねえ。これ今度はこの左のねエイミングキャノンが微妙なんですよ。ここで闇陸の
キルが発動してくれないと、ほらほらほら、こういう、ほら、もうこれちょっとね、闇肉発動しなかった時点でもう無理ですよ。ワールドオブカオスで絶対削れない。来い、ほら来た、よっしゃー、それが俺でなくなった。よしよし、これで、これならね、もうスキル発動しなくても多分いける。よしよし、さあボスです。ここがね、飛行機がな、またバフ最初がまたついてる感じなんだよな。今度は私が戦う。おうおう、いいぞいいぞ、ここですよ。これで闇陸発動しなかったらもう地獄絵図ですよ。来たー来たー。やっぱ一応スキルラックマックスで持ってあるんで、よっしゃ、はい。というわけで、ラビアンローズでの挑戦でした。やっぱこのね、ワンタンフィニッシュっていうのがやっぱりネックになってきますよね。まあ超難度って歌うだけのことはあるという感じですかね。はい、続きましてファンタジーノーツで行ってみたいと思います。こちらの編成もですね、まあさっきのローズと、まあ、考え方というか編成の仕方は一緒ですね。カイリー入れて、2番目に防御ダウンのイラストシオン入れて、3枚目にバフデバフのイラストカイリー2で、ここにイラテラ持ってきて、友のために使う。で最後にキアとナンバー1で倒すとような感じになってますね。はい、こちらでいきたいと思います。もうこれぐらいの難易度になるとつけてるスキルがだいたいもう全部アタックるぐらいじゃないとちょっと火力が心配になるところがありますので、さあ、パートナーはまあこの流れならワールドオブカオスでしょうね。青のバフ全部乗ってるような感じなので、はい、ワールドオブカオスで、これ全部青で固めていく感じなので、スキルが全部発動するような感じじゃないとボスの飛行機とかエイミングキャノンがちょっと削れないんじゃないかなと思うんですよ。影はなしだよアクセル、今度は私が戦う。この力友のために使う。まあここら辺はまだお遊びですよ。こいつらはね、こいつらは一番簡単で、アームドウォーリアに関しても弱点取れるんで、ここも別にそんなに気にしなくても大丈夫かな。影はなしだよアクセル、今度は私が戦う。この力友のために、意外と削れねえな、意外と硬えな、やっぱり弱点でも硬えな。はいはい、ここがね第一関門ですよ。エイミングキャノンがね、影はなしだよアクセル、今度は私が戦う。この力友のために使う。さあどうだ、月来た、よしこれで勝ったな、よしよしよし、いいぞ。そしてボスですね、飛行機がね、これ今のエイミングキャノンの感じを見るとスキル全発動ぐらいじゃないと多分倒せないな。影はなしだよアクセル、今度は私が戦う。あーやばいな、これエクセル来てく、あダメだこれ、倒せねえやつだ、倒せねえやつだこれ、倒せねえやつだ。たださっきのエイミングキャノンがゲージ8本ぐらいだった。で今回のこの飛行機がゲージが11本なんですよ。なので3本分、もしくはワールドカオスまでちゃんと発動すれば多分倒せる。てか僕がさっき1回やった時は倒せたんで、
バースト使わなくても。なのでまあしょうがない、バースト使おう。やっぱここら辺はやっぱ運ゲーになっちゃいますよね。スキルが全部発動するまで繰り返しリトライっていうしかないですね。本当こういう意味では本当バーストって本当すごい便利な機能というか、逆にバーストレベルが全然育ってない人だとこういう面でも倒せなかったりしちゃうんで、はい、バーストレベルは本当皆さん本当コツコツ上げといた方がいいですよ。で最後がフェンリル、あこれアリエルが入っちゃってる、アリエル抜いて一応イラカイリにしますね。はい、編成ですね、今度は2枠目にイラストカイリ2を持ってきて、で3枠目にイラソラ2。今行くぞカイリ。イラソラ2引いた人ってあでもあれか、記念メダルがあるから引いた人結構多いかな。イラソラ2も結構強いですよやっぱり、高難易度だと特に。何度だって連れて帰ってやる。アクセルですね、こいつの防御バフ、あ防御デバフです。はい、で最後に闇が俺を導いてくれる、ヒラリク B ですね。はい、それではこれ行ってみたいと思います。パートナー、うん、パートナー悩むね。これどうなんだろうね。今度アームドウォーリアーがこの編成でいくとちょっと辛いかなっていう気がするんですよ。かといってワールドオブカオス入れてもなーという気がするので、今度は赤単色なのでロクサス HD でいくか。はい、まあ前座ですよね。約束だよ。今度は私が戦う。今行くぞ。カイリ。俺は何度だって連れて帰ってやる。はい、ペチッと。で、ここが第一関門ですかね。俺がスキル全部発動してくれないと多分いけないんじゃねえかなと思うんですよ。私が戦う。最低限アクセル HD 発動しなくてもいいけど、フィニッシャーとして置いてるイラリク B 今発動してくる。うん、まあ、まあまだね、まだいいんですよ。ここで発動しなかったらもう無理ですよ。来てくれ、来た。闇が俺を導いてくれるさ。はい、行けましたね。俺は俺だ、俺なんだ。さあ、さっきから結構苦戦してたエイミングキャノン。エイミングキャノンはね、この編成だけはもうね、溶けるように死んでいくと思うんですよ。今行くぞ、カイリ。俺は何度だって連れて帰ってやる。先に死んだよ、シャドウより。闇が俺を導いてくれるさ。はい、そしてボスになりますね。私が戦う。今行くぞカイリ。うん、やっぱりもう全然削れ方全然違いますもんね。飛行機の削れ方が全然、飛行機が余裕です。闇が俺を導いてくれるさ。はい、終わっちまい。パートナーまで行かなかった。やっぱフェンリル強いわ。フェンリル強い、フェンリル推しが多いのがよくわかる。はい、ということで、3本のキーブレードで挑戦してみたでした。まあちょっと心残りノーツでね、バースト使っちゃいましたけど、はい、ノーツで行く場合にはこの編成でも全部スキルが発動してくれないと倒せません、ボス。もっとキーブレード倍率とかが高かったりとかすれば、まあ全然勝てるんでしょうけど、あとそうですね、スキルとアタック
MacBookXL とかもっとつけたりとかすれば、ノーツでも全然、まあ1人ぐらい発動しなくても勝てるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、とりあえずこんな感じですかね。一応ですね、他のキーブレード、パワーヒとかでも試したんですけど、パワーヒリック場合だとキーブレード相性が、まあ、すごい悪いのか、こういう編成とかでね、ちょっとチラチラとね、こうやってみたんですけど、無理でした。削れない、アームドウォーリアーがちょっと硬すぎてですね、無理でしたね。ちょっとパワーヒはね、ほんと、キーブレード倍率の配置もちょっと悪いですよね。うん、実質これ、イラソラ B とか、あとサンタソラとか半減されちゃうので、ほとんど削ってるのがイレリク B みたいだけみたいな感じになっちゃってるので、そこが範囲かなと思うんですけど、ただこっちのまあ個人的には本気だと思ってるこっちの ガチのデッキでいくと、なんとか勝てました。まあ、記念メダルにハイスコアメダルも入っちゃってるので、今回の動画ではやりませんけど、一応この編成でもいけましたね。もうパワーヒ自体プラス35なんで、かなり編成難易度は高いと思うんですけど、一応パワーヒでも、はい、いけました。うん、まあやっぱり敵が出てくる属性が前回と変わってるので、ね、使うキーブレードも前回と変わってくるとは思います。うん、一応超難度って書いてるだけあって、やっぱそこそこ難易度やっぱ高いですよ。プラウドもプラウドプラスよりはまあ低いとは低い気はしますけど、まあ、レベルも普通にプラウドプラスとそんな変わんないですからね、425なんで。はい、ていうかこれよくよく見たら難易度星4って書いてあるね。全然気づかなかったけど、マックスが星5で、マックス星5の多分プラウドプラスのことを指してるんでしょうけど、